はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気に盃やっていきましょう。ということで本日は何をやっていくかというと、 4.5 周年ミランガチャの使用感ランキングやっていきたいと思います。はい、ということでまあこんな感じですね。とりあえず完成いたしました、サッチ監督、39万5000ということで、まあちょっとね、コーチがいい感じのコーチがいなくてですね、まあ星4コーチを使ってるということで、まあそうですね、39万5000で止まってますが、まあ、当然ここはですね星5のコーチにしていって、星5のコーチで、まあコーチレベルが高ければもちろん40万ということでですね、まあではついに40万超えが普通になってきたかというところですね。ポゼッションもね40万超えていきますし、まあすごい時代に突入したなというところですね。そういえば夢で10周年の盃をやってる夢を見たんですよね。その時の総合値66万でしたね。一番すごかったのが OMF にいた選手が、個人の、能力値が3万6000っていうね、だったっていう夢を見ましたけども、まあ、全然それ夢じゃなくて現実でね起こりそうだなというふうにも思っておりますが、はい、でまあこのサッチ監督でフリット、ファンバステン、イブラ、ディアス、ルイコスター、それからライカールト、ピルロ、ネスタ、メニャン、ジルー、ケアをご突しました。はい、なんでまあご突してないところで言うと、まあ、クルニッチとか、まあ、あの外れ枠気味のバカ横だったりとか、まあ、あとガトゥードいるんで DMF のあの隣とか、あの辺はまあちょっと作らなかったというところですね。はい、でまあこの作った選手の使用感というところで、まあランキング作っていきたいなというふうに思っております。はい、では行きましょう、早速行きましょう。はい、では第10位発表していきます。第10位はこの選手です。はい、マイク・メニャン選手ということでゴールキーパーですね。まあ、第10位ということなんで、強くないのと思われがちですが強いですよ。そもそももうあのこの 4.5 周年の、選手みんな強いんで、まあ、どうしてもランキングにしてこれは使用感、まあ、活躍してるランキングになってくるんで、ってなってくると、まあ、どうしてもゴールキーパーはあんまり上位に来づらいのかなというところをですね、やっぱりキングオブゴールキーパーに守護神の配球、まあ、シャイニーセーブですよね。うん、まあ、普通に強い、なんですけど、そうですね、まあ、10位になった理由としてはやっぱり、まあ、ゴールキーパー過去で言うとやっぱり、メニャン、まあ、その1個前もメニャン使ってました、ごとつの。そこから新メニャンになってどう変わったかっていうところで言うと、そこまで大きな差は個人的にちょっと見受けられなかったというか、まあ、あの監督セービングバフついてるんでもちろん強いんですけど、まあ、ブッフォンから始まりやっぱりカウンターのゴールキーパーってどんどん強いんですけど、まあ、ここじゃあブッフォンに変えたところでどれぐらいの差が生まれるかっていうと、まあ、もちろんそのチームの戦力によってゴールキーパーの重要度って変わってくるんで、まあ、全部揃ってそもそも強いっていう状態で言うと、旧メニャン、新メニャン、それからブッフォンの差ってそこまで大きな差は個人的にやっぱり試合見てて見つけることはできなかったかなというところで第10位ですね。はい、また続いて第9位発表させていただきます。第9位はこの選手です。はい、ブラヒム・ディアスということで、まあこれもうちょっと上位にしてあげたかったんですけど、十分強いんですよ。もうめっちゃ活躍してくれるんで、やっぱドリブルしてよしで、結構ロングシュートの意識、まあまあアクセサリーでロングシュートの意識上げてるのもあるんですけど、かなりロングシュート打ってくれます。デュアルテロングシュート、それからごとつのデュアルテロングシュート、かなりの確率で決まるんで、まあ、これはやっぱ強いなというところなんですけど、まあちょっと上位がもう化け物級だったんで、どうしても第9位という形になりました。第8位ですね。第8位はこの選手です。はい、第8位はアンドレア・ピルロ選手ですね。これも第8位なのっていうところは確かにあります。十分強いです。かなりいいですよ活躍ぶりは。まあ、何がいいってこのアウロラフィードを初期で持ってるんですけど、
これでもかっていうぐらいやっぱロングパスのこのアウロラフィード発動してくれるんですね。やっぱ初期持ちっていうこともあって、なんで、まあ、相手フォワードどんどんスタミナ削れるっていうところと、まあ、自身のフォワードが少しずつ回復していくっていうところで、あとは肝心の守備ですよね。肝心の守備が、まあ、やっぱりパスカットタックルマークそれぞれまあそこそこあるんで、で僕はあのマークをメインにして作ってますけど、まあ、結構しっかりとまあ止めてくれる、ピンチをしのいでくれるというところもあって、まあ、そこからのロングパスの展開というところもあるんで結構いいかなというふうには思ってます。でソレアドトラップとかつけてるんでソレアドトラップの相性もいいですし結構、うん、満足はしてます。はい、まあでも同じくですね、さっきのブラヒム・ディアスと同じくで上位がかなり強いので、まあ使用感ランキングというところではちょっと、この辺りになってきたかなというところです。はい、続いて使用感ランキング第7位を発表させていただきます。第7位はこの選手です。はい、オリビエ・ジルーということで、この選手はまあ想像通り強い、想像通り強いですね、ジルー。これはすごく良かったですよ。でただまあこれ本当はですよ、その使用感ランキングだけで言うともうちょっと上位でもいいのかなと思いましたが、まあ、やはりエースミラノの限定ジョーカーというところで、まあその視聴者さんの方に、向けたランキングというところではちょっとその活躍そのまま乗せるというよりかは少し下げ気味で、っていう形で、ランキングさせていただきました。使用感でいうと、まあ、かなりいいですね。得点力めちゃくちゃあります。なんで、まあ、後半からのジルっていうのは結構あの安心感があって、個人的には最近ペロッティとか、誰だっけ、キエーザとか、あと誰だっけ、ディバラかで言うと僕はキエーザから作ってないですよね。カウンターのジョーカーってキエーザもディバラも作ってなくてっていうところで考えた時にずっとインザーギとペロッティとかで十分だったんですよね。やっぱインザーギ強いですよ、未だに。なんで、まあ、そこでずっとやってたんですけど、もうこのジルーが登場して、まあ、これ限定ジョーカーなんで今のうちだけかもしれないですけど、久しぶりにこうカウンターのジョーカーにグッと、抜きに出たジョーカーが出てきたなっていうのをすごく実感しているっていうのがこのオリビエ・ジルーですね。はい、続いて第6位ですね。第6位はこの選手です。はい、アレッサンドロ・ネスタ選手ですね。まあ第6位ということなんですけども十分強いです。まあこのランキングの第6位ってことなんで相当強いと思っていただいていいかなと思います。まあとにかく安心感が半端じゃないですね、ネスタ。まあその旧ネスタからこの新ネスタにするかどうかっていうところもあると思うんですけど、いやー僕はこの新ネスタ結構強いと思います。まああとこのディフェンスキーマンが唯一無二で今この選手しか出てませんので、まあやはり一つここはポイントなのかなというところと、まあそれがついてでも特徴は4つ持ちということで、それぞれしっかりとネスタの総合値も上げてくれているというところで、やっぱタングルドマック普通に強いなっていうところは感じますね。で初期持ちですので5凸もタングルドマークということで結構発動率も高い、まあ、元々マーク発動率高いところに初期持ち、さらにはボールサプレッサーがついているということで、まあかなり発動してくれるというところですよね。なのでまあこれ回復もついてるんで結構、ディフェンダーのスタミナも、回復していくので持つかなというところで、まあ、最近そのマスターの戦いっていうところに集中して見てるんですけど、困った問題があって、ダイヤモンドディビジョンの時、まあ、あとはちょっとその回復系が出すぎてるっていうのもあるんですけど、ちょっとですねスタミナが削りきれない。このネスタも含めてこのタングルドマークがたくさん増えてたりとか、あとは、まあ、ちょっとこの後ですけどドミネートパスカットとかもそうですけど、ちょっとですね全体回復がたくさん今マスターディビジョンでは持ってるんで、削っても削っても回復してくるんですよね。だからもう明らかに少し前までのダイヤモンドディビジョンの戦い方では、マスターのチームは削りきれないというか、今までだったらもう前半の早い段階もしくは前半で相手のディフェンダーは崩壊させるのはもうこれマストだったんですよね。ダイヤで、上位目指していくっていう時の僕のチーム作りではこれがマスターではできません。
もうなかなかできない。でさらには、まあ、なんでなのかわからないですけど、やっぱり、トラップの発動率がちょっと落ちてますね。これ明らかにトラップの発動率悪くなってる。そういったところも踏まえて回復が増えてる。で削りスキルのでかい中削りが、発動率がちょっと抑えられてる。まあこの辺多分上さんがやってるのかわからないですけど裏で、まあそういうこともあって今ちょっとマスターの戦いの中では、こういうネスタみたいなのが増えてきて、ちょっとねスタミナ回復が結構多いので削りきれないっていう戦いが出てきてる。まあ逆に言うとそういうチームを作っていかないとまずはマスターで、そのスタートラインに立てなくなってきてるっていうところは、新たに感じてるところですね。はい、そういう意味でもこのネスタは、新時代、このマスターの新時代には欠かせない、要因になってる、かなり強いタングルドマーク、まあ、タングルドマークだからめちゃくちゃ強いですねやっぱり。はい、っていうところで第6位はネスタでしたね。はい、続いて第5位発表させていただきます。第5位はこの選手です。はい、第5位はルイ・コスタ選手でございます。まあここちょっと悩んだところではあるんですけども、まあそうは言ってもやっぱりルイ・コスタ強いなっていうところですね。まあどう言ってもかっていうと、これバンガードトラップの発動率が悪いルイ・コスタ。これね、まあもう見せちゃいますけど、これルイコスタバンガード5突もあるわけですよね。で X キーと合わせてっていうところでやってて、マグネットつけてますけど、まあ、こっちもマグネットつけてますけど、ちょっとね発動がやっぱり悪いのは、まあこれポジション OMF っていうところですよ。で当然センターフォワードに持ってっても発動率大して変わりません。でやっぱりボランチの位置が発動率は高いなというところで、まあその旧ピルロですよね、バンガード持ちの新バンガードで登場した、ピルロ、あそこと比べるとどうしても発動率が悪い。初期持ちで5突で2つ重ねてる割に本当発動しないここがすごいちょっとルイコスタの残念な点ですね。なんで、まあ、例えばその初期スキルがドリブルとかシュートとかの選手、まあ、ロングパスも含め、よりかは明らかに発動率が悪いでネイマールとかあのエクストリームトラップとかと比べてもちょっと発動が重い気がしますね。やっぱこれはポジションと、まあ、選手の兼ね合いなのかなと思うんですけど、もうちょっとだけ、発動率があればもうちょっと上位3位とかに食い込んでもおかしくなかったかなっていうところあるんですけど、まあ、そのバンガードの発動率がちょっと低いっていうところで、まあ、5位ということにさせてもらいました。逆に言うとそれなのになんで5位なのかっていうと、これバイシクル積んでますけど、このランク A のブローニーが強い。これがですね決まる。やっぱこのルイコスタはもうシュートも強いしドリブルも強いし当然パスも強いしトラップも強いしということで、まあ要は何させても成功率が高いですね。でスキルが発動しなくたって、まあ、全部成功率高いんですよルイコスタは。なんでまあ、 あの自力で5位まで来たっていう感じ、をすごくしますね。なんでこの辺ちょっとスキルの発動率とかもう少しアクセサリーとか、この遺跡特訓もこれねマグネットもやったんですけど大して変わらなかったんで、やっぱここにマグネット積んでる分でもう一個マグネットで、まあもうこれでマックス値かなってところがあったんで、マスイスターに変えて、まあ、さっきも言ったマスターディビジョン相手のスタミナ削りきれない問題が登場してきてるんで、まあ単体でエクスキー出てくんないかなってところでマイスターしてますけど、これも発動率悪い。まあもうそもそもねエクスキーって単体ではあの発動率悪いんで、ショートパスってマイスター2つ積みにすると一気に発動率上がるんですけど、まあそれはできないですよね、マグネットなんでは1個いるんで。まあそんなこんなで今ちょっとそのバンガードとエクスキーの立ち位置発動率ちょっと今苦戦しているところで、もう少し試行錯誤しようかなとは思ってますが、まあ第5位という形です。はい、ということで第4位今から発表したいんですけども、ちょっと今電話が入って今すぐ出かけなきゃいけなくなってしまいました、すいません。ということで第4位以降は後編という形でまたすぐ動画作ってあげていきたいなというふうに思います。まあ、ちょっとこのランキング編集とか雑かもしれませんがすいません、ちょっとなかなか時間取れなくて、でもちょっと出したかったんでざっと撮って、編集して、動画上げたいなというふうに思います。ということでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。
nights just don't feel the same. Oh, oh, oh.